ルカによる福音。週の初めの日の明け方早く、婦人たちは準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。